宮仙台各駅ご利用のお客様、ご自宅にお越しいただき、ご宴会でのご理解をお願いいたします。このため、現在も東海道線一部の電車は東京駅で無断終点を行っております。また、東海道線一部の電車、発車番線の変更が発生をしております。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。両本線会社から取り組みの電車となります。次は日立27号ランキングの電車は本日は7番線からの発車となります。日立もお待ちのお客様は7番線からお待ちください。発車までしばらくお待ちください。